筋トレが苦手だけど痩せたい、いろんな動画を見ても私には辛い、俺にはできない、三日坊主になってしまう、そういった方におすすめなメニューを紹介していきます。運動苦手な人が痩せるために大切なのはストレッチ、動かす、バランスを取る、この3つになります。いきなり筋肉に負荷を与えてしまうと身体的なストレスが大きくてどうしても続きません。もちろん自分に合ったメニューならちょうどいいかもしれませんが、そこで大切なのがまずは今の3つです。そこで筋トレというのは筋肉を縮める、戻すっていうことを繰り返すと思います。逆にストレッチは筋肉を伸ばす、戻るっていうことを繰り返します。力を入れる方がストレスになって、力が伸ばされた場合勝手に筋肉は元の長さに戻りますので、そっちの収縮からまず体へのストレスを慣れることが大切なんです。それではまずは体を温めるためにバランスを取ることから始めてみましょう。紹介します。はい、バランスを取ることで大切なのは矢印べになります。やったことある方ももう一回一緒にやってください。片足立ちで今回は動きを取り入れていきますので、動画を見ながらスマホは置いてもらって一緒にしましょう。1分間になります。片足の状態で軽く膝を曲げて体を歩く感じで動かしていきましょう。それではいきます。スタート。バランスを取りながら動いてください。これで足の裏でバランスを取る、体を動かすということができてます。ストレッチの前は体が温まっている方がいいので、まずは片足でバランス取って温めていきましょう。この場合ね、歩く感じよりも静かに行えますので、騒音が気になる方にもおすすめです。バランスはね、難しいと思いますが、バランス崩れたら足ついてもいいです。また戻って動いてください。ももはできるだけ大きく動かしてください。これがね、1分でも結構ね、片足に負荷かかってるんで、辛くないよりね辛いんで、これもおすすめです。はい、 OK。 それでは反対いきます。スタート。これいきなり反対にした場合、結構バランスが取れにくい感じがするんで、バランス崩しやすいかもしれませんが、足の裏をねグラグラ掴みながら、こうやったらバランス取れるなっていうのを見つけてください。こういうね、いきなり難しいことするんじゃなくて、体を少し動かす、筋肉を少し使うってことから、まずは体へのストレスを覚えさせてエクササイズするのがおすすめです。これでもまあまあね、背中とか二の腕とかお尻もすごい使ってるんで、実はすごいいい運動になってるんですね、これがね。もも上げるだけでも結構辛いですよね、これね。はい、OK。 次は今股関節周りを使ったので、後ろに手をついて足を M 字にして内ももを床につける感じで、今使った筋肉を軽くストレッチしていきます。いきましょう。1分間スタート。ちょっと1分ってね長いなと思うかもしれませんが、いろんなね楽な位置、辛い位置、足を動かしてみてもらって、動かす、伸ばすってことをね楽しんでもらう、そこがねまず第一歩だと思います。それだけでも結構つないよって方はね、無理しない位置に足を動かして、楽な位置でねまずはね行ってください。頑張りすぎると続きませんから、楽な位置でまずは体を動かす、筋肉を動かす、筋肉を伸ばすということへの体のストレスをね、まずは覚えてもらって楽しめれる体を作りましょう。これだけでもね筋肉痛くる場合ありますから、はい、 OK。 今度は楽に座ってもらって、あぐらでもいいですし、こんな感じでもいいです。足開いてもいいです。楽に座った状態で肩周りを動かしていきましょう。それではいきます。スタート。ここからはね全部30秒メニューに変わります。まずはね
肩を上げて落とす。腕をブラブラ動かして肩とか胸とか背中を動かす。楽にね、上半身をね動かしてください。ちょっと動くだけでね、筋肉って使われてるんで、こんなんでいいかなと思うかもしれませんが、実はいい運動になってます。はい、 OK。 親指を上に向けて手を横に広げます。このままこういう感じでね、二の腕を体につけたり離したりっていうことをして背中を動かします。いきましょう、スタート。こういう感じです。できれば体よりも少し手を後ろに持ってって動かしてください。これで胸のストレッチと肩甲骨を使うことができてます。ちょっと肩甲骨がねだるいよって方は、ちょっと手をね前に戻してもらって動かしてください。手が前の方が少し楽です。後ろは少し辛いです。辛い人はちょっと手の位置前で OK。 はい、今度は寝たままでスマホ見ながら足を動かします。いきましょう、スタート。こういう感じで膝を外に開いてまっすぐに戻す。こういう感じで股関節周りをね動かしてください。ここが硬くなると体の動きがゆっくりになってしまうので、そうなると消費カロリーがね下がってしまって取りやすくなります。頑張っていきましょう。よーし、はい、 OK。同じように行きましょう、スタート。これでね、股関節がコリコリになる方はあんまり動かしてない証拠なんで、しっかりね動かしてください。これもなんか筋肉使ってるようで、実はこれストレッチになってるんで、あんまりね筋ストレスは少ないと思うんで、おすすめです。よし、OK。 今度は膝を抱えて腰とお尻を伸ばしましょう、スタート。引けずにね、腰痛い人はねあんまりいっぺんに引けせずに、少しずつね痛くなくなってるのを感じながら引けせてください。ちょっと楽だなって方はね、上体ちょっと起こしてしっかり伸ばしてみてください。抱えて、ストレッチは10秒以上筋肉を伸ばしておかないと伸びないので、できるだけね伸ばしてください。はい、 OK。 反対も一緒です。いきましょう、スタート。片っぽだけ腰が痛いよって方は歪みがある可能性があるんで、こういう感じでね両方同じようにストレッチをしていくと歪みも取れていきます。片っぽの筋肉が片っぽが緩んでる証拠なんで、両方ね筋肉を緩ますことができれば、片側だけ腰が痛いよっていうのが減ってきます。よし、 OK。 次はうつ伏せです。あともう少しです。今度は体の前側を伸ばしていきます。肩の下に肘をついて、手をついて体を持ち上げます。これでただキープするだけ。いきましょう、スタート。これでキープするだけなんですが、しっかり体のね下側の部分が今伸びてるんで、体ってね前かがみになりやすいので、できるだけね体を逆に伸ばしてあげると姿勢が良くなります。楽だよって方はね、ちょっと手をね手前の位置に動かしてもらって、しっかり反らしてみてください。よーし、 OK。 ラストは体の前側を同じように伸ばしていくんですが、下半身を伸ばしていきます。足を上げたらゆっくり下ろす、また上げて下ろすってことを繰り返します。ラストいきましょう、スタート。こういう感じです。ゆっくり足を下ろしていきます。これはね足を下ろすのを耐えるだけです。はい、OK です。お疲れ様でした。
運動が嫌いな方、そういった方におすすめなメニューになってます。辛いエクササイズはなかなか続かない、そういった方はこの動画を毎日続けていくと、体へのストレスが軽くなって、筋肉を使うことへのストレスが感じられなくなって、運動が長続きしますので、1週間ぐらいを目安に毎日続けてもらうと楽しめてくる体が作れます。やってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.